高山俊吉は、東京都出身の弁護士。青年法律家協会議長を務めた。今川中学校、都立一橋高校、東京大学法学部を卒業。1966年25歳で、司法試験合格し司法修習21期、東京弁護士会に所属。東京都千代田区で、高山法律事務所を開く。交通法科学研究会。 日本交通法学会、日本交通科学協議会、国際交通安全学会、交通見学会などに所属。市民の立場から交通安全、交通違反の取り締まりなどに関して発言することが多い1974年、道路交通民主化の会結成。この会の特徴の一つは、科学性、合理性重視ということだった。なお、 交通取締り利権の確保のためと言われる行政制裁金への不責、法治違反金についても追求している。2008年2月8日、平山聖号の任期満了に伴う日本弁護士、連合会議機会長選挙で宮崎誠に敗れた。過去4回の会長選で3000から4000票余りの得票を得てきたが、現在進んでいる。 放送人構造員計画そのものに反対し、今回は7043秒を得て大幅に得票数を伸ばした。2009年5月15日の産経新聞では、福岡海の中道大橋飲酒運転事故の福岡高裁判決に対し、非常に問題の多い判決で強い違和感を覚える胸のコメントを残している。いざ、2009年5月15日13時6分。 ありがとうございます。